フリードリ・ヒジーク・ムント・フォンブレドーは、プロイセンの軍人。最終階級は、騎兵大将。プロイセン軍の骨実の戦いにおける、戦闘序列。左上にジェン・マイ・ブレードの名が見える。フリードリ・ヒジーク・ムント・フォンブレドーは、1683年5月5日に、ブランデンブルカ辺境白領の貴族家系である、ブレドー家に生まれた。父は、ジーク・ムント・ゴット・フリート・フォンブレドー。 母は、バーバラ・クリスティナ・フォン・パネビッツであり、兄弟には、プロイセンの少将カール・ビルヘルム・フォンブレドーがいる。1696年、フォンブレドーは、ブランデンブルクセン帝フリードリヒ一世のカンマー・ユンカーとなった。その後、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム一世一直属の隆起兵連隊に、配属された。1714年1月20日に、詳細昇進し、翌年には、 ポメラニア戦役に参戦している。1721年9月13日に大佐昇進し、1729年に第6竜騎兵連隊へ移った。1731年9月20日に西ヨ派ネ騎士団加入。1733年7月28日には第7強行騎兵連隊を受領し、1737年5月23日に、 少々へ昇進。1740年にオーストリア継承戦争が起こると、第一次、シュレージ自ン戦争で、モレビッツの戦いや骨ツの戦いに参戦した。特に骨ツでは、プロイセン軍の左翼騎兵軍団第一戦列で、騎兵旅団を率いての参戦であり、戦争中の1742年5月22日に、フリードリヒ2世による特例で中将へ昇進している。 また、クロワシ勲章もこの時受賞した。フォンブレドーは1744年のプラハ包囲戦、1745年のポーエンフリートベルクの戦いなどにも参戦し、1747年5月25日には、プロイセン軍の騎兵総司令官となった。1755年に退役し、2000ターラーの恩給を受けた。フォンブレドーは、生涯2度結婚している。 1715年に最初の妻となるアンナイリーザベト・フォンコットビッツと結婚した。1738年に彼女が死去すると、ついでエメレンティア・ゾフィア・フォンベールフェルデと結婚している。どちらとの間にも子は生まれなかった。ありがとうございます。